ちょっと出す。これ初めてだ。いやー。いやありがとうございます。テニスの日、スペシャルイベントということで、今日はめちゃくちゃね、楽しんでいきましょう。中央に見るこのちっちゃいのが、マチュア先輩です。What's up guys? MTS チャンネルのマチュア先輩です。岡村京太殿にお越しいただきました。はい、ということで、改めましておはようございます。今日はこういうところから来てくださった方もいると思うんですが、本当にありがとうございます。僕の方のコートはですね、ボレーとスマッシュを今日はやろうと思います。ちょっと今までのイベント、ストロークとサーブだったんですけど、ちょっとテニスの日といえばボレーボレーっていうね、のがありますので、今日はボレーとスマッシュをやっていこうかなと思います。と、この3球でいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
レッグバックを入るこの癖をつけるから、あとテイクバックこれ大きいと振り遅れてしまいますので、コンパクトなテイクバックを身につけるためにこの練習をやっていきます。こちら側バックも同じで、はい、怖いな、はい、怖いな、はい、こんな感じでやっていきます。そう、グリップが滑る。汗が気になって、全然集中できない。そんな方には、クイックドライ。従来のウェットグリップよりも約8倍の吸収率があるから、汗をかいても安心。クイックドライグリップ。This is amazing.